クラウド・プレストン・ウィリアムズはアメリカ合衆国ミズーリ州オーロラ出身のプロ野球選手。左投げ、右打ち。1921年8月3日にブラックソックス事件に関与していたとして永久追放処分を科されたアンラッキー8の一人である。1916年10月1917年1913年8月11日に MLB のデトロイトタイガースに入団し、同年9月17日に MLB デビュー。1915年は、マイナーリーグの AA 級ソルトレイクビーズに所属。パシフィックコーストリーグ最多の33勝を記録する活躍を見せ、シカゴホワイトソックスは、シーズン終了後にウィリアムズを獲得した。 1916年はホワイトソックスの先発ローテーションに定着、初の二桁勝利を達成した。1917年のワールドシリーズ第5戦に中継ぎ投手として登板した。チームはニューヨークジャイアンツを4勝2敗で破り、初のワールドチャンピオンを経験した。第一次世界大戦の終盤に差し掛かった1918年5月にアメリカ合衆国連邦政府が、 労働化戦闘化の方針を打ち出した。保守のバードリンやプライベートでも付き合いがあり、チーム内で最も仲が良かったジョージャクソンと同じく、アメリカ海軍の造船所で働きながら、プレーする道を選んだ。チャールズ・コミスキーオーナーは、兵役を退避した3人を、私のチームでプレーするのにふさわしくないとして、チームからの除名をほのめかし、将来の契約交渉を有利にしようとした。 1919年には297.0回を投げて防御率2.6423勝11敗と自己最高の成績を残した。しかし、この年のワールドシリーズでブラックソックス事件に巻き込まれた。本来の約束の報酬の1万ドルは受け取ることができなかったが、それでもこの年の年俸の倍近くの5000ドルを受け取った。第2戦と、 第5戦は共に8.0回を投げて4、失点ずつして敗戦。第2戦では4回に集中して3つの予試球を出すなど一挙3失点。第5戦では6回に2本の長打を浴びるなど一挙4失点と集中して失っている。第8戦では最初の打者の見アウトにできただけで4連打目となる2点的時に塁打を浴びて3失点で早々と降板し敗戦投手となった。 同一のワールドシリーズで参拝は1981年のジョージ・フレーザーと並ぶ歴代最多敗戦記録である。1963年に出版されたブラックソックス事件を取り扱った書籍エイトメンアウトの中で第8戦の試合前に当番試合で全力を出せば妻に危害が及ぶと謎の匿名の人物から脅迫される場面があるが後年に作者のエリオット・アジノフは この場面は創作であることを認めている。1920年は、ライブボール時代の初年であり、防御率こそ3.91と跳ね上がったが、299.0回を投げて2年連続で20勝に到達。レッド・フェイバー、エディシー・コット、ディッキーカーと共に、史上初の20勝カルテットを形成した。同年9月27日、 と、トバク氏のビリー・マハーグの告白に基づく1919 19年、ワールドシリーズ時の八王朝の暴露記事が、ノースアメリカン誌に掲載され、ウィリアムズの名前も上がった。イリノイ州クック軍の大売信で、シーコットに続き、自供した。コミスキーは、刑事卒追直前に、ウィリアムズを含む疑惑の7人へ、出場停止処分に課す連邦を送っていた。翌1921年2月14日に、 ジャクソンらと共に過去の自供を撤回する口述書を提出した。8月2日にシカゴの高等裁判所は証拠不十分から全員無罪の表決を下した。それにもかかわらず、ケネソー・ランディス・コミッショナーは翌3日に声明を発表し、ウィリアムズら8人を9回から永久追放とする処分を下した。その後、ウィリアムズは ニューメキシコ州などのセミプロチームで数年間プレーした。引退後は保育園事業を起こし、亡くなるまで八尾町における自身の役割について沈黙を守り続けた。1959年11月4日にカリフォルニア州ラグナビーチにて死去。66歳ボーツ1988年公開の映画版8 m e ンアウトではジェームズ・リードがウィリアムズ役を演じた。 身長5フィート9インチと小柄な体型からストライクゾーンの低めへ請求よく投げる縦変化の大きいカーブを武器とした左腕であり優れた外野守備力を誇るホワイトソックスにマッチしたフライボールピッチャーだった。投手としての球種はスローボールカーブよりありがとうございます。